般の英語国語の入試はなくなっている。そういうことです。まあ共通テストが100点分で学部入試が100点分ということになりますっていうことです。で大問2がねちょっと変化あり、設問文が全部日本語だったんですよ。はい。なんだけど今回設問文が全部英語に変わりました。うん。国際教育もね新しい設問が発表されて、こっちはね結構僕としてはね。どうぞ、始まりました。こちらチャンネルです。今回はですね、言ってきました。キックの角度は30度。どうも、ウルトラマンレオです。いや意味がわかんない。その顔はなんだ。意味がわかんない、それ。その涙はなんだ。お前のその涙で、早稲田整形が倒せるのか。そうなんですよ、皆さん。ウルトラマンレオ知らないよ。あのね、森哲ちゃん、あんたね、泣いてる場合じゃないのよ。うん、早稲田整形のね、例の。前動画にしましたよね、はいはい、入試変わるって、ね、あれがついに新しい情報が出ました。出ました。3月末に、はい、それをねちょっとこう今日一緒におさらいしていきたいと思います。はい。概要欄の方にですね、前回の早稲田整形新入試がヤバすぎるという動画をですねちょっと撮ったものをね、うん、貼っておきますので、皆さんそれを見てる前提での動画にこれなってきますので、必ず復習をしておいてください。お願いします。ということで、まずですね、前回までのおさらいにもなってくるんですけど、早稲田整形の新入試がね、結構やばいよ、みたいなことで、はいはい、じゃあどんな入試になるのっていうと、まあ共通テストが100点分。で、学部入試が100点分っていうことになりますっていうことなんですよね。で、まあその学部入試が見てたものの、発表されたものをね、見たものの、結構こう難易度がやばい簡単だったねとか、まあ4技能がこうなくなりましたと、はい、ね、はい、ということで90分の試験のね学部独自試験の予定だったけど、それを120分にしますと、うん、で英語のライティングセクションを増やしますっていうことまで発表されてたんですよ、うん、はいはい、うん、でその後のね進捗のね情報がね、うん、出たんで、おい、うん、それをねちょっと今日お話しします。英語と国語合体みたいなのですね。そうそう、分かんない人のために、うん、英語と国語合体問題みたいなのが、そう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 、総合問題になってるんですよね。総合問題になって、普通の一般の英語国語の入試はなくなってるわけですね。そういうことです。で共通テスト使って、そうそうそう、でもともとは4技能使おうと思ってたけど、そうそうそう、4技能 はなくなりましたよ。だから4あの共通テスト100点分、学部独自試験100点分になりますよってことですね。各自独自の方にライティングが加わる、ね、そうそうそう、英語のライティングが加わるということですね。で、まあ、こちらの学部独自試験のテストと、まあ、前回のこう新入試のテスト問題をちょっとこう比較してみたんですけど、はい、まず大問1が、まあ、国語的な問題なんですよね、はい、そうです。でここはね、変化なし、うん、特に変わらず、本は結構ね本当にね法哲学の話とかで、はい、割とレベル高いんですよ、うん、なんだけど、まあ、設問は解きやすかったかなっていうような、まあまあ、まあまあまあ解けるでしょうというレベルの問題、従来の早稲田政権の入試と比べると。で、大問2がね、ちょっと変化あり。うん。大問2も、まあ、前回の動画見てくれたらわかるんですけど、設問文が、全部日本語だったんですよ。はいはい。なんだけど、今回、設問文が全部英語に変わりました。あ、じゃあ難易度簡単でしたけど、どうなったんですか？難易度は、だからでも、言っても、まあ、設問が英語になっただけなんで、はい、簡単。うん、簡単。簡単、めちゃ簡単。うん。これは本当に簡単。従来の早稲田整形と比較すると。うん、図表的ななんかね、うん、図表とかのね、数値の問題とかね、そうそう、そういうのがあって、ただまあ、これもただのこけ落としでしたね。うん。なんか、センターだってさ、共通ですとか、だって図表とか出るじゃないですか。はい。だからってむずいかっていうとね、うん、うん、まあちょっとこれはこけ脅しマジで、うん、僕も最初うってなっちゃったけど、はい、まあ、問題読み進め解き進めていくと、やっぱり本文自体の語彙レベルも構文も簡単だし、設問も簡単だし、うん、全く問題なかったですね。じゃあ40分と変わんなかったですか、そんな、うん、ただねちょっとね本文がもう少し先まで乗っけられました、前回のサンプル問題と比べると。長くなった、うん、ちょっと長くなりました、うん、題材となってる文章はそのままなんですけど、あ、同じなんですね、うん、同じなんだけどもうちょい先まで使われたなって感じ、うん、で、じゃあ何が加わったんだろうって言ったら、空所に当てはまる図表はどれですかみたいな、そうそうそう、なかったですよ、うん、これ、ね、なかったんですよ、最後のこの問題は。だけどね、この図表もね分かるやんみたいな、読んでりゃ分かるやんみたいなレベルの問題で、で、まあ、皆さんに一つだけアドバイスしておくと、なんかね、設問文が全部英語になってて、で、まあ、過去問とかがあるとね、結構ほら、あんまこんな感じのね、ただの内容一だろうな、みたいなことを踏まえた上で挑めるから、割と緊張感ないんだけど、初めてのスタイルに対しては多分、設問文ちゃんと読むと思うんですよ。
ちゃんと読むと思うんだけど、ちゃんと読んでるうちになんかね、何求められてる問題だったかってことがこんがらがってくる人結構多いんですよ。はいはいはい。なので、まあ僕からのアドバイスとしては、設問って基本的に命令文の箇所が必ずあるんで、求められてる箇所っていうのは分かりやすく明確なんで、だからその明確にこう命令文になってる箇所、何々しろみたいなね、そこを必ず押さえてください。そこさえ押さえとけば他はおまけみたいなもんだから。例えばここだと Choose the most suitable answer とかあるわけじゃないですか。で空所があるわけだから、まあ空所に当てはまる一番ねこう適切なものはどれですかっていうことでこう選べばいいだけだから、まあ基本的にはもう命令文になってくるところを押さえてほしいなと思います。で、あれですよね、その日本語で書くとこがあるんですね。そう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 。まあ、大問2のね、A 問 A 答のね、問題はいいとして、次に、前回ちょっとこう、まあ僕が少しね、イチャモンつけた、日本語で約300字で、論ぜよみたいな、はい、もうケツケツケツしか書けないじゃんみたいな、はいはいはい、あの問題に関してなんですけど、あの問題も、設問文だけが英語になったんだけど、はい、ただ、漢字&かなって書いてあるんですよ。だからまあ、ね、in Japanese っていうことでね、日本語で300字くらいで、まあ、論ぜよっていう問題ですね。何を論じるんですか？今回は、英語で話すことの重要性とかね、はい、そうです、はい、そういう問題ですね、を論ぜよと。英作文がくっついたわけですね。で、こっからがね、新しいんですよ、はい、そう。まず一つ付け加えられたのが、従来の早稲田政治経済学部の自由英作文がそのまま、まあ、ここに持ってこられた感じですね。はいはい、大体まあ約100字以上ぐらいで書く自由英作文、で、しかも設問スタイルもまあ変わってなくて、まあワンパラグラフツーリーズンということなので、はい、まあここも変わってないから、で、テーマのレベルもまあ同じようなもんなんで、うん、今回は何でしたっけ？今回は AI ですね。はい、はい、うん。よくあるやつですね。そうそう。まあよくあるやつなんで、まあテーマレベルも従来の早稲田政経と同じぐらいのものなのかなっていう感じなので、いいね、だからまあ過去問が一番有効かなって感じですね。AI の方が、ね、そうそうそう、人間のインテリジェンスをね、最終的に、まあ結局は超えるのかみたいな、イベントでも超えてるでしょ。そんなこと言っちゃうんだよ。はい。で、まあ、それが一個付け加えられましたと。で、一応大学の発表では、7月頃にもう一個、ライティングセクションの予定だけど、こう、付け加えますっていう話になってくんで、そうなると、割と早稲田政経の新入試は、英語のライティングがね、結構重要にここでもなってきそうだなっていう感じですね。もう一個大問がね、追加される予定だそうです。大問が、ライティングが2つになるってこと、うん、っていうことですね。うん。まあ、一応ね、その予定ですとは、ホームページに書いてあったんで、そうなんじゃないですかね。続いてもう一学部発表があったと。はい、はい、でもう一学部新しいサンプル問題が出たんでそちらも発表しておきます、国際教育学部、うんうん、国際教育学部もね新しい設問が発表されて、こっちはね結構僕としてはね、はい、まあ従来の入試とあんまり変わんないなっていう感じですね。そうですね、はい、でまずはリーディングとライティングが一般入試であるんですけれども、早稲田国際教育学部は、まあ、これまでと違って、これまでは、まあ、国語そして、選択科目そして英語ってことで、まあ、国語と選択科目が50-50で英語が100点満点っていうことだったんですけれども、今回からですね共通テスト枠が、国語英語で100点分、はい、まあ、50点 ×2 科目ってことですね。で4技能試験枠が20点分あります、はいはい、そして一般入試が80点分になります、うんうん、でリーディングパートとライティングパートでサンプル問題が作られておりまして、リーディングが90分です、時間。もう。うん。で、ライティングが60分、時間を与えられてます。で、一般入試の問題を見てみたんですけれども、はい、まあ、一般入試の問題は、正直、僕の感想としては、従来の国境とあんま変わんない。レベル的には。はい、問題のスタイルも、従来の国境とほぼほぼ同じ。うん、まあ内容一致があって、河川部解釈があって、空所補充があってっていう、まあこんな問題なので、その意味で言うともう、早稲田国境の入試問題は、まあ従来とほぼほぼ同じだよねっていう。まあそこまで変わらないと。うん、変わんない。で、難易度も全然変わんない。僕的にはね、まあ個人的な感想だけど、時間的にはちょっと優しくなるかも。うん、落ち着いて解けるかも。絵とかがあったりとかするんだけど、この図表とかが。はいはい、だけど、まああんま関係ないです、正直、難易度には。でいわゆる2つの長文に90分かけていいってことなんで、うん、なんか従来の早稲田国教と比べると割と余裕が出てきますよね、精神的にね、うん、でしかも従来の国教にあった なぜかあった大問3番のちょっとこうへんてこりんな会話があったんですけど、はい、あれがやっぱりなくなりました、うん、まああれは多分ね国教で入試問題作ってる先生たちも微妙だと思ったのかもしれないですね、うん、でライティングセクションこちらもね、はい、時間が60分あるんですよ。そうですね。でね問題が3つあります、サンプル問題、うん、
一つは要約、これはね古代日本語で書いていいやつなんですけど、これはもう以前からありました、うん、ラストの3つ目が自由英作文なんですよ、はいはい、これもまあ従来からあるようなやつですね、うん、でまあワーズ数とかも同じようなもんですね。新しくなったのは、はい、3,4 年前まで法学部でちょろっとだけ出てたこう図表とか絵を見て書かせる英作文があったんですけど、はいはい、まあまあ2分ぐらいで終わっちゃうような、まあ、もうちょろいやつだったんですけど、うん、それに似たようなスタイルで国際教養学部で図表を見てで分析して英作せよっていう、そうですね、ちょっとねあこれ少しレベル高い難易度高めかもなっていうような、うん、入試問題が出てきて、でちょっとまあこの手の問題ってあんまり見かけないよねっていうような感じのものがあったから、ちょっとこれがね僕としては多分なんかライティングの中でも特に差がつきそうな感じはしますよね、うん、どうで思います？この2つ目のこのグラフ分析ね、結構他の大学入試でもあんまり見かけた覚えがないんだけど、ね出すのは名古屋大か、名古屋大学とかだとじゃあちょっと練習材料になるかもしれないですね。名古屋大、そうですね、表で、うんブワーっとあって、うんうん、その中から自分でまた選んで、はいはいはい、それでやりなさいみたいな。あ、なるほど、まさしくですね。そうです、うん、あのライティングもでもねこの3つの問題で60分時間使っていいので、はい、実力がある人が落ち着いて答案を作って提出できるっていうような時間をやっぱ与えられてるんで、うん、60分だったらね、うん、ただねって感じはあるんで、うん、その意味ではライティングの勉強はかなりしっかりやる価値がありますよね。そういった形で、ね、まあこの辺が変わる早稲田入試ってことですね、はいはい、ということで今回はその変わる早稲田の入試のサンプル問題を解いた平さん先生の分析をお伝えしました。はい、はい、ありがとうございました。